停止停止。音問題ないですか？皆さん、明けましておめでとうございます。今日はですね、2019年の1月の1日、朝の6時23分でございます。ふわっちと、ツイキャスの同時配信でやっております。音声と映像に問題があれば、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ふわっちの方はね、キツネ枠でやっていて、ツイキャスの方は通常枠でやっております。匿名コメントがいい人はね、ツイキャスの方でコメントを書いて、コテハンを読み上げて、コテハンを認識してもらいたい人はね、ぜひ、ツイキャスの方でコメントを打ってください。録画の方は YouTube の方に残りしますので、YouTube の方でタイムシフト楽しんでいただけたらいいなって思ってます。Twitter の方もね、ぜひフォローしてください。僕の写真やね、つぶやきなどが見れます。よろしくお願いします。キツネ1号さんはドツです。おはようございます。今年も1年よろしくお願いします。まあ、まったりやっていきましょう。マイペースに。新しい年が始まりましたよ。和藤さん、キャスの方はお茶爆50、お茶爆100投げられるんですか？あ、もう100、お茶爆100とお茶爆50受け取ってますね。ツイキャス始めて4日目ぐらいでね、もうアイテムがいただけるようになりました。レベルが上がったんで。3号さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。おはようございます。明けましておめでとうございます。去年はお世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。良い一年をお過ごしください。ご挨拶だけで失礼いたします。板ババアでした。板ババア、とんでもないです。たくさんよくしてくれてありがとう。今年もよろしくお願いします。よろしく。いい一年にしましょう。昨日メイウェザーと戦った方ですよね。ああ、那須川天心ではないですね。ワド監督です。よろしくお願いします。
でもメイウェザーすごかったね、やっぱね。メイウェザー、やっぱ42歳で現役離れてあれだけすごい活躍できるっていうのは、まあびっくりしたかな。現役バリバリのね、那須川天心、完封したからね。あれはすごいよね、見ててね。なんかその世界のトップのアスリートっていう、そのレベルのすごさが、ね、同じね、日本人として那須川さんには頑張ってもらいたかったけど、もう無理だって。そのクリエイター設定でお金集めるの、私は昔みたいにもっと恥をさらしてお金を儲けましょう。クリエイター設定なのかな、どうなんだろうね。なんかその配信界の俗っぽいことでお金稼ぐよりも、なんて言うんだろうな、クリエイターで別にお金稼いでいいんじゃないの。俺全然ありだと思うけどね。まあ別にね、お金稼ぐのが目的ではないからな。明けましておめでとう。今年もよろしく。今年は監督業。業じゃないよ。いつも言ってるけどね、職業で何かをやろうっていう考え方じゃないから、そうそうそう、遊んでるっていう感じ。そう、遊んでるっていう感じ。もちろん、着々とね、前に進んでます。カメラの方も、映像の方も、監督の方も、ゆっくり、ゆっくりゆっくり、一歩ずつ進んでますよ。マイペースに。いい感じです。まあ、恥をさらすかどうかわかんないけど、ありのままさらけ出してやってるからね。いや、職業を身につけたくないんですよ。ただ生きてるだけで、こうお小遣いもらって生活していきたいっていうのが目的なんで 働かないっていう、遊んでるだけでお金が手に入るっていう、そういう感じですね。なんかだから何かのこう職業を語るつもりはないですよ。あ、まあ配信でしか生きていけないのはそうですね。自分も一緒ですね。何も持ってない人の最後のカウンターカルチャーだと思ってるんで、頑張ってやっていきたいなと思ってますよ。ただまあ配信業とか配信のプロとかそういうのは名乗るつもりなくて、あくまでその和道っていう人間がこう配信っていうツールを使ってるだけだと思ってるんで、はい、僕は僕のやり方でお金を稼ぎたいなと思ってますね。まあ配信楽しいからね。配信好き、すごい 配信すごい好きだよ。初日の出とか、初日の出撮りに行かないの、あんまり興味ないかな。初日の出の写真とか映像とかは。映画は来年です。
映画は今年じゃないですよ。2020年公開なんで。まあ今年は作るのでバッタバタだろうね。特に捨て頃終わった後半はもう映画のことだけに集中しようと思ってるんで、映画バタバタやってると思います。のんちゃんパワーアップしてて笑った。なんか今日キレッキレだったね。元気よかった。すげえ嬉しい。なんか1週間ぶりに会ったんだけど、最近元気出てきたみたいだね。なんかキレッキレだったね。ちょっとね、躁状態じゃないかなと思って 心配は心配なんだけど でもね、のんちゃんが元気出てくれると俺も元気出るから嬉しいよ。薬がね、少なくなってくるといいなって思ってるけど。ああ、正月っていう実感俺もないね 毎日が休みだからさ。ない、俺も全く同意見ですね。毎日休んでるだけなんで全くないっす。普段通りの日常ですね、僕も。正月からいいの見れた。のんちゃん元気だと嬉しいよね、やっぱりね。いいことだ。そろそろ働かなくて大丈夫。大丈夫 大丈夫、全然大丈夫。キッチンに椅子でも置いてあげたら、キッチンに椅子？なんで？置く場所ないよ、狭くて。置く場所は全然ない、狭くて狭くて。置かないよ。閲覧関係ないもん。閲覧はだって初めて14分だから、そのうち150人ぐらいになるよ。ベッドの上で料理してるわけじゃないよ。キッチンで料理してるよ。まあ、我が家は狭いからしょうがない。350万集まらなくても映画撮り始めるんですね。そうですね、映画はもうやってますね、やってますね。まあでも結局予算がどうしても壁になってくるんで、撮りたいものを撮るには必要なお金ですね。まあ、集めないといけないなと思ってますね。まあでもゆっくりゆっくり実力つけていけば、フォローしてくれる人が、応援してくれる人が必ず現れると思ってるんで。大丈夫ですよ。
ある北郷さん、仲いいわけではないですよ。でもすごい可愛がっていただいてますね、アルさんには。北郷さんにはすごい可愛がってもらってますよ。仲いいっていうか、先輩ですから。何回か、この前も、ライブももう4回ぐらい、3、4回、お邪魔させていただいてて、打ち上げとかも、なんかネットのこととか、なんかこう、芸人論とか勉強させていただいてて、すごい勉強になりますね。明けましておめでとうございます。良い一年にしましょう。なんかさんにも、はい。ありがとうございます。すごい、なんだろう。ハッピーニューイヤー花火ありがとう。15号さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ありがとう。新しい花火かな。ありがとう。頑張ります。ありがとうね。いい一年にしましょう。みんなで。ありがとう。ハッピーニューイヤー。明けおめ。今年もいい一年にしましょう。よろしくお願いします。ありがとう。風船ありがとう。ありがとう。じゃあ、15号さんから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう。多分ね、去年は種まきの時期と、今年は多分すごい人生の中で山場になるんだろうなっていうふうに思ってますね。逆にそうしないといけないし、人生で一番大変だった時期にしないとなと思ってて、最後にこう体力使い切れる年齢なのかなと思って。40代はね、やっぱり技術とか経験でものを言わせないといけないと思ってるけど、体力使い切る最後の年齢2年間かなと思ってるんで、一生懸命もう命を使ってやっていこうと思ってます。肉体労働はしないよ。肉体労働はしない。ありがとうございます。頑張ります。今年も一緒にいい一年にしましょう。よろしくお願いします。
おはようございます。リアトツタフィはタイミングじゃなかったね。またタイミング見てやろうとは思ってるけど、300人で止まってるからね。あと9700人に会わないとね。今はその時期じゃないね。明けましておめでとう。今年もいい一年にしましょう。フォローありがとう。キートスのね、金額ちょっとミスっちゃって、俺がキートスのことまだよく理解してなくて、ちょっともう一回やり直すんで、今回のキートス終わったら。ごめんね。これね、今、アート作品を作ってて、のんちゃんが。のりこの活動の音だね。ゴシゴシしてます。シコシコ、ゴシゴシ。TJ さんが昨日の配信でふわっちで花火投げてるやつはただのバカとか昨日配信で言ってたよ。あーすごいね。だってたくさん花火もらってるのにね。あ、太陽開けたね。自分のリスナーさん的に回す発言じゃないそれ。なんでそんなこと言うんだろう、よさもそんなこと言ってた。すごいね。そう思ってるんだ。キートっすね。いや、あのね、俺100円とか200円投げられると思ってたの。で1万円投げた時だけリターンが来ると思ったんだけど、
なんかね、3つしか金額決められないのよ。で、その一番低い金額が最低金額になるっていうことを知らなくて、で、そうなっちゃったんだよね。参ったよね。だからリターンありきでやらないといけないんだと思って。だから俺は1円からコツコツ投げられるもんだと思ってたから。参ったね。ツイキャスの皆さん、コンティニューコインはあるので、もしよかったらお茶いただけると嬉しいです。あとね、残り3分なんでね、ぜひ応援してくれる方は、お茶爆50とお茶爆100お願いします。花火はありがたいね。まあ、アイテム、いや、1円単位の支援、俺は受け付けたいと思ってたんだけど、キートスが、最低金額、リターンのある金額からじゃないと投げらんないっていう仕組みらしくて、そう。で、俺は、その1万円からリターン作ってるの。だから、あ、参ったなと思って、ちょっと設定し直さないといけないんだよね。おー、24号さん、今年もよろしくお願いします。いい1年にしましょう。どれさん怖くて狐できねえんだろうな。合う合わないじゃないの。怖いとか別にないと思うよ。怖いとかないと思います。まあ、狐やってもね、アイテムね、上がらないから、あんまり意味がないからね。だからまあ、やる意味がないんだろうけど。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。そういえば、アイラさん最近枠しないね。ね、まあ、アイラはね、2ヶ月休んで、3ヶ月バーってやって、2ヶ月休んでみたいな、そういう感じだね。はい、ワード2。今年もいい一年にしましょう。よろしくお願いします。テルチャンピンはね、ツイキャスに移動しましたね。テルチャンピンとベンゾさんはツイキャスに移動した。スワッチはメインじゃなくなったね。俺はね、アイラがね、フワッチやめちゃって、キャスに移動したらもう終わりかなと思ってるかな。まあ、そうだね。ステアカでやるんだったら。まあ、アカウント作るほら、手間が。アンチ活動、ステアカを大量に作る人とか、パソコン勢だと思うから、多分一般の人の感覚ではないよ、それは。スマホ勢の人は一つのアカウントでやっぱやるから。今年の抱負とか願望とか語って。ああ、今年の抱負か。そうだな。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いいね、ありがとう。そうだね。今年の願望、そうだね。ふわっち、まあ、ちょっとやるか続けるのかどうか迷ってるけど、まあ、続ける、できる限り頑張っていこうと思ってるのと、まあ、ツイキャスに始めたから力入れていく。だからツイキャスとフワッチと YouTube の活動と頑張る。まあ、配信で言ったらね。で、まあ、捨て頃が、ちょうど仲間と節目のところに捨て頃があるから、まあ、それも頑張って。で、あとはもう映画。もうとにかく写真と映画を撮りまくって、形にしていく作業なのかなと思って。まあ、めちゃくちゃ忙しくなると思う、多分。まあ、でも、3年間、ゆっくり休んだから、ちょっと今年は気合い入れてやっていかないとなと思ってますね。俺の YouTube ライブ？人気ないのかな？あんまり人気ないですね、僕の YouTube ライブは。っていうか、フォロワー数が少なすぎるから。稼ぎすぎた、組が税金考えて休んでるのかと思ってた。あー、
税金組。まあ、それもあるよね、ぶっちゃけた話ね。だって1億円以上とかあの辺まで稼いじゃうと、なんだろう。ねえ、税金に持ってかれるだけだからね、いくら稼いでも半分ね。だからやっぱ効率がいいところっていうのは考えなきゃいけなくなってきてんじゃないのかな、ああいう1000万以上稼ぐ人は。みんなふわっちから離れていくけど、なんでなの？ああ、それはね、すごいシンプル。昔は、閲覧がツイキャスは取れる。だから閲覧がメイン。まあ、500人とか1000人とか、まあ多い人だと1万人とか呼べるわけじゃん。だから、でもお金が稼げなかったの。だから、その放送自体のメイン、主軸を置いてるのはツイキャスで、ただお金を稼ぐところっていうことでふわっちを掛け持つみたいな人が多かったの。いや、自分の生活費とかお小遣い稼ぐために。ただ、ふわっちがバーンって伸びていって、閲覧もまあそこそこで、収入は100万超える人がどんどん増えていったっていうことで人気が出たんだよ。ただね、ふわっちっていうのは、収入が、運営さんが50%、配信者が50%、リスナーさんが1000円使ったら500円入るのね。っていう感じでパワーバランスができて、ふわっちがぐーって伸びていったんだけれども、ツイキャスが投げ銭を始めちゃったんですよ。で、みんながさ、配信者の目線になってもらったらわかるけど、閲覧が多くて、収入の取り分が50%のふわっちと、ツイキャスは70%。で、ツイキャスの方が閲覧多い。どっちを取るっていう。ただそれだけだと思うよ。閲覧が多くて、しかも、コメント？ユーザーさんのアンチコメントすぐ規制になるから、コメ欄が荒れないんですよ、ツイキャスって。だから、まあ、囲われて人数が多くて、お金は7割入ってくるっていう。まあ、それが一番移動する大きな理由だと思いますよ。ありがとうございます。あ、ヒカル君もパソコン買ってた。パソコン配信するんだ。明けましておめでたくない、おめでたくないの。今年もいい一年にしましょう。まあ、あとね、リスナーさんがしらけたんじゃなくて、花火を投げる人を悪く言う人が出始めちゃって、で、その、なんていうのかな、花火投げる人がモチベーション下がったっていうのはでかいと思うよ。花火投げて、なんか配信者のこと応援して、普通ねえ、よかったねとか、ありがたいねっていうのが普通なのに、花火投げたらやっかみで、花火なんて投げんなよってみんな言うわけじゃん。なんでお金払って俺文句言われてんだろうっつって、面白くなくなっちゃったんだと思うよ、花火師が。で、花火師もいなくなった。で、花火師いないから配信者稼げなくて、アンチコメントばっかりになった。じゃあ囲われてるツイキャス行こう。え、お茶爆あるじゃん。やる意味ないよね、正直言って。そういうなんか負のサイクルだと思うね。まあ、ちょっと一昔前のフワッチがすげえ面白かったね。
今ちょっと流れ悪いかもね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。アドルさんね、まあ俺でも200台ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うけどな、ドルさんは。今閲覧1位が300人、2位が100人、3位が100人、あと2桁。あ、まあ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 そうなるでしょう。いや、もっとひどくなると思うよ、俺。もっとひどくなると思ってる。はい、明けましておめでとうございます。ふわっち離れは多分止まんないんじゃないかな。で、まあなんかこう、小遣い稼ぎばっかりの、なんかチャットレディ、チャットボーイだらけになって、で、大手配信者がほとんどいなくなって、で、なんか、リスナーが離れて数っていって、花火師も結局、ああ、なんか、有名配信者いなかったら面白くないやつっていなくなって、で、オワコン化していくんじゃないかなと思ってる。今、キャスは9人。俺はチャットボーイなんてやんないよ。まあ、花火をもらおうとするんだったら30人ぐらいの閲覧ぐらいがちょうどいいんだよね。コアなコミュニケーションが取れるから。100人とかさ、それを超えてくると不特定多数に相手にするようになるから。やっぱ難しいんだよね。個人的な感情でやっぱ花火投げる人が多いから。いえいえ、キャス閉じたら30人から50人ぐらい行くから。俺は閲覧全然気にしないよ。コアなファンがいるから大丈夫。固定のお客さんが居ついてるから、うちは。そう、同時配信は閲覧分散するから。いいの、俺はその匿名文化、匿名はふわっち、コテハンはツイキャスっていう感じで切り分けてやっていこうと思ってるから。裏金とかはもらってないよ。いや、だから俺人数増やす目的でここ2、3年やってないもん。人数追いかけてない今は。あんま
まり気にならないんだよね。楽しかったらそれでいい、いい人だから、楽しくやりたいから、楽しかったら別に一人でもいいし、見てる人が、あまり人数は気にしてないかな。楽しいよ結構。12月ふわっちでいくらぐらい稼げてんの、ご想像にお任せします。はい、30分に1本しか吸ってない俺は。だってもう何年経ってる？6年経ってる。わあすごい、明けましておめでとうございます。映画期待します、ありがとう。36号さんから、花火5発いただきました、ありがとうございます。お年玉ですね、ありがとうございます。頑張ります、ありがたく頂戴します、ありがとう。2013年か、そっか、6年か、そうだよね、6年目に入ったんだもんね。いやー長くやってるな配信。2013年の動画がまだの、わあありがとう。この人か、はじめまして、あのすいません、あの全然、あのね、フォローしていただいたのは気づいてたんですけど、あのもし何かあったらあの声かけてください。全然自分であのお役に立てることがあれば、ありがとうございます、すいません。気にはなってたんだよね。あ、俺はね、できる限り配信は、まあ配信に代わるなんか新しいことをハマったらさ、他のことやるかもしんないけど、配信はすごい好きだから、今のところね、長く続けたいね。長く続けたいっすね。あ、こんなにたくさんいただいちゃったよ。俺と36号さんの会話だから、6号さん、俺今36号さんに話したことだから、個人的な会話をすいません。そうですね、はい、配信で飯食ってますね。ありがとう23号さん、頑張ります。明けましておめでとうございます。今年もいい1年にしましょう、一緒に、よろしくお願いします。カズ軍曹すごい勢いだよね。まあこんなに伸びるとは思ってなかったな。まあ持ってるんだろうね、すごいね、カズ軍曹ね。
すごい。ニューカマーが現れたんだよ、ニューカマーが。カズ軍曹、うさんくさい。どうしてもなんか、とっぽい感じがね、抜けないよね、見た目からね。やんちゃしてた感が抜けないよね。若いからね、まだ。まあ、30超えてどんな人になるのか楽しみではあるけど、若さと勢いがあるね。成田さん激ゴミだと思うよ。川崎大師、明治神宮、成田さんはねすごいよ。めちゃめちゃ混んでるけど、まあ混んでた方が楽しいと思うよ、成田さんは。他のシーズンに行ってもガラッガラだからね、全然面白くない。店も開いてないし、混んでるから面白いんだよ。スロット配信が禁止になる。ああ、そうなの？へえ、なんでなんだろう、権利の問題かな。まあでもね、他にコンテンツ見つけるでしょ。もうあそこまで行ったら固定の客いるから大丈夫だと思うけどね。新年だから言います。私、和道さんでオナニーしたことあります。マジですか、44号さん。どうでした？ よかったですか、悪かったですか。その説はありがとうございます。和道にですね、和道でオナニー。ありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。はい、いい年にしましょう。エロかったですよ。どうでした？エロかったですよ。 ああ、じゃあまたね、3ヶ月に1回ぐらいおかずにしていただければ。カズ軍曹、配信見てて良さそうな人と思いリア突したけど私は合わなかった。ああ、そうだったんだ。新年だから言います。私、関信吾に祝電したことあります。 祝電してたんだ。 いっぱいいるんじゃないの、慎吾さんに祝電したことある人は。おはよう、今年もよろしく。それを俺の枠で言ってもな。カズ軍曹は金渡さないと塩対応。俺も結構塩対応な方だと思うけどね。俺に会ったことある人っている？ちなみに俺結構塩対応だよね。会ったことある人いるのかな。のんちゃんは神対応。のんちゃん変わんないからね。のんちゃん元気だよっつって。普通だからね。会ったことないか。のんちゃん神対応っていうか、のりこだよね。そのまんまだよね。
のりこはキャラクター作ってないから。俺はね、でもね、リア突したときに、生で会ってみてどうって聞くの結構、もう、一人だけね、忘れない返しをしたやつがいて、許せねえよって思ったのが、配信と生で見るのって違いますかって聞いたら、肌が汚いって答えたね、やつがいるんだよ。許せねえよな、のんぐちゃん。肌が汚いって言われたんだよ、俺。俺は、そいつのことを、許さないからもう一生肌が汚いっていうボソって言われたから 今年の抱負なんだろうな、なんだろう、バリスタになりたいかな。めっちゃ背が低くてびっくりした。あー、背高く見えんのかな配信だと。ひどいよ本当に。お茶爆ありがとう。自分から無料のサイン色紙を押し付けてくるカズ軍曹が芸能人気取りで笑えた。やだなぁ。求めてないのにね。求めてないのにサイン色紙渡されたらやだなぁ。170ですね、僕は。計画性とかいらないよ。猫だもん。にゃ、木の実木のままだから。配信者ね、でかい人多いかんね。売れてる人でかい人多いんだよな。ねるさんもでかい、野田ゾーリもでかい、ドレさんもでかい、みどりさんも結構でかいんだよ。175ぐらいあるのかな。で、よっさんも結構でかいんだよね。ある。意外とね、でかい。ただ、まっすぐ立てないから ちょっと、こうやって斜めになってるから でかく見えないだけ。予算でかいんだよね。ババアに対応してるワドウが顔引きつってて大変だなと思った。さあ、歌うま選手権で見てくれたのかな あ、ちょっと太ったね、ドルさんね。ロアゴさんでっかいよ。183ぐらいあるかな。ロアゴさんはでかすぎて笑う。もう小柄な、小さいおっさんだと思ってたから、画面上で見る限り。でかと思って。自販機超えてんじゃん、みたいな。はい、今年もよろしくお願いします。お金渡せば神対応ですか？俺にお金渡すの、一人ぐらいしかいないかな 本当に。お小遣いをリアルで渡してくる人が一人しかいないから 神対応もクソもないんだよ。歌うまの客層どんな感じ？パリピだったかな？なんか、クラブとかに出入りしてるような、なんか、本当にびっくりしたかな？何十人ぐらい？ 60 人ぐらい入ってたんだけど、なんか着こなしてて、シルバーのアッシュに、なんかディーゼルのジーパンに、かっこいい、なんか襟が立ったような、おしゃれな革ジャンのジャケットとか、なんか、なんだろう、ツイキャスの猿之助さんみたいな、ギャル男みたいな、ギャル男と、まあ、ギャルババアみたいなのが ギャルバーみたいなのがいっぱいいる感じ。ロアコさん、めちゃめちゃでかいよ、せや。いや、引くよね。いや、だから、毎回、匠さんと車で運転しに行って、心霊配信とか行ってたんだけど、匠さんと俺でもう 遠くから歩いてくるの見て、2人ででけえなーっつって笑っちゃうの。何度見ても笑うでかさだなーっていう。ほんと、巨神兵なんだって。そう。すげえでかいの。で、自販機とかと同じくらいの高さあるから、ロハコさんでっかいよね、のんちゃんね。巨人だよね、本当に。長い、そうそうそう、スタイルめちゃめちゃいいんだよね、顔でかいのに。そう。だから俺も初めて会った時、えってなったもんね。でかみたいな。猫背なの。
多分ね、まっすぐちゃんとだってこういう風に立てたらドレさんよりでかいと思うよ。うん。多分ね、身長だけで言ったらドルさんよりでかいと思う。ただ猫背だから同じぐらいかなっていう、そうの高さは、うん、いやあれはびっくりするよな、ほんと。かわいいのに、かわいいのにね。なんか160センチぐらいであってほしかったじゃん、うん、わかる。なんかちっちゃいおじさんが僕はーとか言ってロハコですとか言っててほしいんだけど、でかいから怖いんだよね、ちょっと沼っぷりがやばいんだよね。いや、なんか舌がビリビリしびれたね。あ、残り3分なので、ぜひお茶爆よろしくお願いします。お茶爆50とお茶爆100よろしくお願いします。第2のロハコオーディションしようぜ。いやー、あの逸材は集まらないよ。ロハコさんみたいな人はもう現れないと思うよ。本当に奇跡だと思うもん。すごいね、喜んでたけどね、配信やって寂しくなくなったっつって、よかったって喜んでた。すごくみんなに感謝してたよ。ずっと寂しかったんだって、ネットでしか友達できなくて、もう10年ぐらい誰とも会ってなくて、10年20年で寂しくて放送見てて、で俺の放送とか野田ゾーリとか暗黒とか見てて、うん、で急にみどりさんが拾ってくれてスーパースターになったわけじゃん毎日楽しいって言ってたよ。野田もでかい、野田でかい、うん、めちゃくちゃでかい、びっくりするぐらいでかいよ、うん、あと私服がやばいね、野田通り、あれあのファッション私服だから、配信用のネタじゃなくて本当に気違いだからやばいね、すげえ目立つよ。あれはね、テレビのインタビュー受けるわな、通行に沼だよ沼。あー、お茶爆100ありがとう、明けましておめでとうございます。今年もいい年にしましょう。野田ゾーリとため、関慎吾さんとため、柴田とため、あともう一人誰だっけ、野田ゾーリ、あ、のりゆきさんだ、石川のりゆき、野田ゾーリ、関慎吾、和道、柴田が同い年で、一個上に香川さんと鮫島さんがいる。だからあの辺が年齢的な世代で言ったら同じ世代だね。うん、また負けるのになんで捨て頃出るの、なんで捨て頃出るの。50号さんはなんでイベントとか出ない、イベントとかオファー来ないの俺は便所さんにぜひ出てもらいたいって言われたから、出ようかなって思ったの。50号さんは誘われたら出るでしょ、誘われないの。天津戦見た、普段から群れるの嫌いとか言いつつそういうの好きだよね。いやいや、あれだよ、なんつうの、普段から友達してる配信とかやらないじゃん。だからあれ仕事でやってんだもん、金もらってんだから。え、大丈夫、普段から群れるの嫌い。え、大丈夫、今日の作業終わり、掃除機使いな、大丈夫、綺麗にした、呼ばれてるうちが花じゃん、呼ばれてるうちは出るよ。天津戦の感想お願いします。予想通りかな、まあキックボクシングだったら那須川天心余裕で、余裕じゃないけど勝ってってると思うので、まあボクシングルールでメイウェザーに勝てるわけないだろうっていう、そんな格闘技やってる人だったら誰でも分かることで、ましてや相手スーパー世界チャンピオンだから、
まあ普通にまあこうなるよねっていう。ただ驚いたことがいくつかあって、メイウェザーが思ってたよりも現役引退して42歳なのにまだこんなにすごいんだっていうのと、あとパンチ力がないと思ってたんだけど、やっぱり体重差であれくらい、要はコンパクトにさ、スピードとタイミングスパンって合わせたら、あんな、だって天心さんって打たれ強いわけじゃん、キックの選手だから、しかも避けるのうまいの。その那須川天心に余裕でスパンって、そのカウンター左フックから入ってスパンって抜いたじゃん。あれもう余裕でビタビタに合わせてんので、追い打ちかけないで、あそこからモーションスパンって抜いてコンビネーションで行くんだよ普通だったら。だから軽く合わせるつもりでスパンって抜いたのが入ってるから、うってなってこう一発目のダウンさーって引いてったから、あ、こんなに実力差あるんだと思って、メイウェザーバケモンじゃんと思って俺はびっくりした。あのね、それがまあ俺その体感があって、カズーンさんと初めてやった時にやっぱあのなんつうのパンチ力、カズーンさんがよく言ってんだけど、カズーンさんはパワーはゼロでいいって言ってんの。もうパワーいらない、もうパワーゼロでいけっつって、拳ももう握るなって、でスピードとタイミングだけ合わせろっていうの、もう本当に。だからドレさんとかとやるときはガッて入れんのよ、辰彦とかあの原田さんのときはガッて行って痛い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 、芯に入った、要はうんってうんって入れんの。だけどそうじゃなくて、カズさんはそのフックとかもこうやってやってたのを、そのスパンってこうなんつうんだろう、もうでこうね、最短の距離でスパッって抜くのよ。で俺がもらったパンチはその本当にもうグッて前に入ろうとしたらチョンってこうショートアッパーで本当にこんな感じなの、ボッて、これでボンってくんの、タイミングが合うとドンって、で気づいたらスパンって倒れんの。だからもうあの倒れ方わかるもん、そのね、威力とかじゃなくて、んなんだっていう、その本当にすごいの、パワーいらない。だからカズさんとかびっくりする。いや威力はすごいんだよ、もらう方は威力すごいんだけど、そう ボクサーってスピードとタイミングだけでスパンって抜くので、ドンってくんの、威力はすごいんだよ。威力は力学的な問題ってよく言われてんのは、だからコマ運動、その腰の回転だけがそのボクサーは違うって言われてて、でその腰の回転だけで威力が3倍になるっていう。そうだから相手のそう打ち終わりとか打ち前とかのそのタイミングをスパンって抜くの、トンってトントントンとかトトトンとか、そういうスピードでくんの、うん、ありがとう。来年の話、今年じゃないの今年の話だよ53号さん、うん、瞬間的なパワーつうかインパクトって感じかな。インパクトだから なんて言えばいいんだろう、うん、動画で見るとわかるけど、見る、いや体の重みじゃなくて、いやスローモーションで見せてあげようか、そのスパンって一発目にそのスパーリングやった時のカズンさんのショートアッパー見る、見たらわかるよ、那須川天心と同じ倒れ方してるから、全く相手パワー使ってないのが見えるから。キャプローか、動画残ってるから、うん、だからスピードが半端じゃないの。見たい、ちょっと待って、待って用意するわ。カズンさん、いやあれびっくりしたよ、びっくりした。いや多分ね、あのいやこれは無理だわって言うと思うよ。いやプロでチャンプになる人ってやっぱこういうレベルなんだっていう。ねどれだったかな、2回目、これか、ちょっと待って、映ってる？見えてたら教えて。
れくらいだろう。これくらい見えてる？これくらいかな。 OK。 避けられないとかじゃなくてびっくりしたかな俺。いくよ、見ててよ。じゃあいくよ。あ、このあとこれやばいでしょスローモーションで行こうか。ちょっと一回、もう一回ね。これやばいでしょ。スピードとタイミングでスパンってこう、なんて言うんだろう、スローモーションにしようか。ちょっと待ってね。 K1 ルールだったら那須川天心余裕で勝つよ。競技が違うんだって。ちょっと待って、もう一回。よいしょ、これでいこうか。スローモーションできないな。ちょっと待ってね。これくらい？ちょっとごめんね、ちょっと映像が来ないわ。あれ止まるね。なんだろう、ダメだな、映像止まるわ、ごめん。まあまあこういう感じよ、単純に。やばいでしょこのスパンって。そう、あれもらったらびっくりするよ。うん、脳震盪は一発目で軽く起こしてたかな。見てる方も自分もそうだよ、自分もそう。何もらったのっていう。多分だから最初の左フック、メイウェザーの左フックは多分ビタビタにタイミング合ってたから、カウンターで入ってたから、あれ軽い脳震盪を起こしてたと思う。一発目少し入ったね、うん、太ったね。だからね、結構ね、なんていうのも、なんか、なんて言うんだろう、キックボクシングとボクシングが同じ格闘技だって言われてることに、俺、違和感があって、あれ、スポーツなんだよ。キックボクシングとボクシングってスポーツだから、なんだろう、なんて言えばいいのかな、アイススケートとスピードスケート、戦わないでしょ。言ってる意味わかる？トリプルアクセル対スピードスケート 400m 走のチャンピオンが戦うとか意味わかんないじゃん。なんかそういう感覚に近いんだよね。そんな勝てるわけないじゃんみたいな。ましてや相手はさ、伝説級のボクサーなんだよ。でキックボクシングだと俺那須川天心余裕で勝つと思うよ。ただそんなメイウェザーが受けるわけないじゃん。いやキックだったら勝てるよ、だってボクサー足鍛えてないんだもん。ローキック一発で沈むよ、そういうもんだよ、うん、いや全然違うよ。だからなんだろう、その分かるの気持ちは。ボクシングとキックボクシング同じ殴り合いなんでしょ、喧嘩でしょっていう感覚。喧嘩じゃないんだって、もうスポーツなのあれ完全な。いや俺別に日本の恥だとは思わなくて、むしろメイウェザー呼べるぐらいすごい日本人だと思ってるけど。うん、いや侮辱っていうかあれ神様だからね、ボクシング界の。あ、まあサッカーとフットサルか。あ、うん、いやでも足技が入るってやっぱ全然違うけどね。うん、総合の人はまあキックルールとかには対応できると思うけど、
俺はまあなんかその世間のなんか過剰ななんかそのなんか天心勝てるみたいなのは絶対ないとは思ってたけど、あ違う違う違う、24号さん全員半分ぐらいの実力で普通に負けたんだよ。だから直樹兄さんも練習だったら倍動けるんだって。光くんもそうだったもん。本番そういうもんよ。ハンドボールとサッカー、とにかく別の競技だと思った方がいいかもしれない。似てるようで。っていうか誰がやっても勝てないから、もう前提として。だってメイウェザーにボクシングルールで勝てるんだったらボクシングチャンピオンになってるじゃん、じゃないの。だからもう前提条件がおかしいんだって。ボクシングルールでメイウェザーに勝てるんだったら階級違うんだよ。那須川天心何階級制覇できるよ、うん、そうそうそう、日本国民がメイウェザーを知らなかっただけなのよ。メイウェザーっていうのはあのボクシングの中でトップじゃなくてアスリートの中でもトップレベルの身体能力持ってるって言われてんだから、伝説なんだよあの人。もうボクシング界なんつうんだろう、もうディフェンスの能力、反射神経の能力、パンチのコンビネーションの多彩さ、もうとんでもないクオリティで神様の一人なんだから。カマセイヌじゃなくて、だからあのメイウェザーが言ってたエキシビジョンにしよう、要はあの勝敗なし、練習試合みたいなもんでパフォーマンスでやるのはエキシビジョンって言うんだけど、エキシビジョンでやろうっていうのは要は逃げてるわけじゃなくて天心くんに恥かかせないようにっていうことじゃん。だから彼、メイウェザーが気を使ってそうやって提案してたのは、要は日本の客からすると逃げてる逃げてるってなったわけじゃん、天心にビビってるって。逆だよ、日本人がメイウェザーを舐めすぎてるんだって、まあ、ファイトマネー15億なんか安いもんだと思うよ。だって現役引退してる人を呼んだんだから、で現役の二十歳の生きのいいのとやらせんだから、ファイトマネーに釣られたんじゃなくてよく15億で呼んだなっていう感覚だよ。だってパッキャオとの試合いくらだったと思うんだよ、350億だよ、別に試合前に聞きゃいいじゃん、お布団ください、お布団欲しい、はいはい、ちょっと待って手汚いから、持ってって、キックボクシングルールだったら、だったら、天心が勝つし、メイウェザー受けないよ。そんな受けるわけないじゃん。競技が違うんだから、負けるの確定なんだから、やらないよ。ありがとうございます。知識ないのに語るのやめた方がいいと思う。じゃあ俺何すりゃいいんだよ。そもそも生放送っていうのは知識がないやつが語るのを楽しむものなんだよ。お前らはじゃあ何しに来たんだよ、じゃあ何を見てるんだよ。
プロの解説員テレビで見てこいよ。いっぱいやってるだろ朝から。YouTube でもいっぱいあるわ。何しに来たんだよ。素人の滑稽な語りを聞きに来てるんだよ。バカすぎるだろ。野暮だな。おはようございます。ねえ、そう、俺の枠なんだから、俺の見解をみんな楽しみに来てんだから。語るなって言うんだったら何しに聞きに来たん、何を聞きに来たんだって話でしょ。自分の気に入らないトークだったら耳伏せりゃいいんだから。あー、明けましておめでとうございます。いい年にしましょう。いや、今日寒いな。ね、寒いよね、ちょっとね、びっくりするよ。贈り物？贈り物って何ですか？え、贈り物？なんだろう、贈り物って。誰にも何も送ってないんだけど、なんか送ったかな。
ああ、花火いただいてますね。欲しいなら、ほいなら仕事行ってきます。今年もよろしく。ああ、よろしく。いい年にしようね。いい年にしよう。頑張って。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あ、ブラムね、まだ全巻揃えてないんだよね。すごいよね、このブラム。なんか独特な世界観で、ちょっと新しかったな。コンティニューコイン足りないんで、コンティニューコイン持ってる人いたらお願いします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。ありがとう、66号さん。ありがとう。マジョさん、オレンジジュース買った？う。買ったよ。捨てたじゃない、飲んだ。なんで？飲みたかった？あ、ごめんね。いってらっしゃい。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。コンティニューコイン。おはようございます。今年もよろしくお願いします。いい年にしましょう。ありがとう、コンティニューコイン、ありがとう。いい年にしましょう、一緒に。よろしくお願いします。去年、いい年だった。おせちとかお雑煮食べないかな。 ああ、そうなんだ。親孝行だな。素晴らしいね。親孝行だね。窓にお年玉あげたるや。ああ、いやいや、もうそんなそんな。僕はたくさんいただいてますから、お気持ちだけで結構ですよ。お気持ちだけで結構ですから。お気持ちだけで大丈夫ですよ。
ありがとう。今日、大凶かよ、お前。ふざけんなよ。大凶かよ。演技悪いわ。なんだ、とんでもないエフェクト出たから、大吉かと思ったら、お前、大凶かよ。なんだよ、大凶って。俺も初めて見たよ。どうぞって言ったら大凶だぜ。おい、70号さん、ありがとう。0.5 倍だって。何それ。何それ、ちょっとびっくりしたわ今。ありがとね。初詣とか特に行かないかな。あんまり考えてないですね。毎日平常運転が僕のモットーなんで、はい。やめて、大吉出してよみんな。なんだよ大凶って、縁起悪いよ。大凶エフェクトはちょっと悪意あるよね。大凶なんて作る縁起悪いよな本当に。すんごいとんでもなくね、ファンタスティックよりも力入れやがったエフェクトに。ふざけんなよ運営本当に。何が 0.5 倍だよ。100円から、100円ね、リスナーさんが払って、なんで嫌な気分になんないといけないんだよね。ふざけんなよ、本当に。運営のちょっと悪意だよね、これは。うん、何パーセントの確率で出るんだろう、大凶って。大吉も何出た、のんちゃん、さっき。あ、オールナイトやってんだ。スロット10万負け。まあ、10万負けだったら設定3とかどうなんだろう。何言ってるんだろう。取り返せんのかな、わかんないな。全然。はーですか。オールナイトは一回やってみたいよな。あ、でももう無理なのか。今年最後か。ハーデスとかゴッドとか、ああいうののオールナイトは。もう規制入るだろうね。うん、エフェクト派手だったね。はい、ワドツです。今年もいい年にしましょう。よろしくお願いします。笑っちゃうよな本当に。縁起悪たんだね。いや俺もうパチンコ行ってない、もう本当にやめた。うん、行ってない。もう手がね、もう忙しくて行く暇ない。本当に行ってないよね、のんちゃんね。行きたいよ。本音を言うなら行きたいよ。うん、まあでもね、あんまりいい遊びではないからな。あのね、三重県は明治神宮の参拝があるから、トイレを貸すっていう理由で営業ができるの。え、何のんちゃん、和道家ではパチンコは禁止になった。そう、のんちゃんも やんないもんね、もう、うん、のんちゃんもね、パチンコとかたまにやってたんだけど、もうやらなくなったね。配信と本当に映像ばっかりやってて、でもたまにはね、月に1回ぐらいなんか休みも受けて、なんかパチンコじゃないにしろ、なんかもう何もやらない日は作ろうかなとか思ってるね。そうそう、そんな理由で営業許可取れてんの。だから三重県しかできないんだよね、オールナイトは。すごい。うん、ゴッド売ってるんだ。うん、そうだね、確定申告ね、今年はね。もうさすがに個人情報出せって言ってるし、もう多分国税から来てるんでしょ、運営の方には。もうやらないとさすがにしょっぴかれると思うよ。まあ税金払うっつってもたかだか10万ぐらいだろうけど、俺の場合負けたら悔しくて時間かかってね、意味が分かんないよね。冷静に考えると、あの 2,3 万かかる遊びで5時間ぐらい時間がなくなって、で嫌な思いして帰る。いやまあ数軍曹は稼いでるから別に
ね、閲覧が取れればいいわけだから、元は取れる職業としてやってるからね、パチンコ。うん、うん、まあいや、配信者全然大変じゃないよ全然大変じゃないよ、遊んでるだけだよ、うん、あーコンティニーコインありがとう。おお、こっちも来てくれたんだ、ありがとう。コンティニーコインありがとう。え、配信やったらしいじゃん、俺見たかったんだけど、先月60万稼いで10万でいいと思ってる。ごめん、質問がよくわかんないな、ごめんね。コンティニューコインありがとう。俺より稼いでる人なんか腐るほどいるよ俺より稼いでる人腐るほどいる。いまいちわからない、妄想してればいいんじゃないの。引き寄せの法則って何、ロンダーバー読んでんの、ザ・シークレット読んでんの、何読んでんの。キートス設定し直そうか、ちょっと。うん、キートスいくらから投げられるようにすればいいのかな。100円、なんか10万円の方やろうね、うん、キートス。税金って稼いだ額の、いや稼いだ額による、稼いだ額による。だから全然稼いでない人は払う額も少ないし、俺より稼いでる人がいっぱいいるから俺は税金払わないでいいだろうって考えなの。何を言ってるか全然わからないんですけど、どういうことですか。僕そんなこと言ってないですけど、決めつけはやめてもらってもいいですか、うん、僕そんな発言してないですね。あなたの考えですか、それは。配信で得た金雑所得になるから税金高いんだよな。いや雑所得にならないでしょ本業があって配信を、趣味でやってる場合は雑所得になるけど、それだったら配信業とか YouTuber とか全員雑所得になったら生計立てらんないよ、無理だよ。例えばさ、なんだろう、だって個人事業主ネットタレントだし本業としての収入だから、明けましておめでとうございます。今年もいい年にしましょう、よろしくお願いします。だサラリーマンとか本業がある人がやったら雑所得になると思うよ。ありがとう !79 号さんからお年玉いただきました、ありがとうございます。イースイース花火ありがとう。ありがとう、お茶爆ありがとう、お茶爆ありがとうございます、ありがとうね、アイテムありがとう。メインでやってたら違う、まあだからサラリーマンでそのなんて言うんだっけ、源泉徴収とか向こうがやっててやってる場合は雑所得になるけど、メインで個人事業主で届けてやってる場合は雑所得にはならないよ。サソリンですが映画の件今年やらないですよね。今年やらないですね、あ了解です、あいや今年やるわ、やるわ、今年撮影だよ、外しておく、また機会があったら映画は撮り続けると思うからその時で、了解です、名前外しておくね、迷惑かかっちゃうとあれだから、ありがとう教えてくれて、コンティニューコインありがとう、ありがとうございます。了解しました、たまに一緒に配信やるんだ、オッケーオッケー、今度お邪魔するよ、
ありがとう、楽しみにしてる。ありがとう、コンティニューコインありがとう、お茶バカありがとう。コンティニューコインがね、あの43枚しかないんで、50枚ストックよろしくお願いします。無料分でいいからね、無料分でいいから。映画楽しみにします、ありがとう。税金関連、年明けからの話題なのね、にわか多そう。まあ3月のね15日だよね本来は。まあにわか多いね。まあ雑所得だなんだかんだとか分かってない人が多い。ありがとう81号さん、今年もよろしく。ういっす、はい、よ、届け出してる出してる。うん、うん、お前訴えるから逃げるなよ。はあ、誰ですか。誰ですか。メガホンありがとう。うん、1月から12月31日までの間を3月の15日までに、申告をするんだよ、うん、78号さん、うん、とぼけるなって言われてもな。キツネ枠なんで誰だか分かんないです。にわかが集まる放送ね。まあサラリーマンの人は分かんないよな、普通に働いてる人は。雑所得は税金が高いの。俺の部屋古い喫茶店みたい。この部屋は俺がブリコラージュしてる、なんて言うんだっけ、あのそう空間芸術のことなんて言うんだっけ、そう、この部屋は俺がブリコラージュしたインスタレーション作品だから。アイラが雑所得になってたのは確定申告じゃなくて開業届を出してなかったからじゃないのかな、多分そうだと思うけど。アイラにだって2年前に突かかってきて、ワードはお前何色で申告してんの、俺青って言ったら、うんとね俺ね緑って言われたから。緑で申告してんのアイラ、ああお前にわかだな、ワード俺は緑色で申告してるからって言って、俺ら爆笑したもん。
アイラ本当にしてないでしょつって、バカだろお前、にわかだろ、緑だよ緑つって、じゃあねって言って、まあ、案の定こうなったよね、うん、いやあれ笑ったよねアイラね、ドヤ顔で。いやガチで言ってたよ、びっくりしたもん、うん、アイラとかね、店やればよかったのにね、がっぽり稼いで、うん、あー魔法の杖とね、魔法使いがいるからね、この部屋には。ありがとう。明けましておめでとう。今年もいい人生にしましょう。新規でアイテム投げてる人いないからね。いや逆、最近ね新しい花火師さんが集まってきてんの。逆なんだな。結構ね再評価されてるんだよ、再評価。なんか多分ねふわっちね、新しい人が増えたんだと思う。新しい人が今後生きていく術、いやただ生活垂れ流して楽しく過ごすだけだよ。昔から変わんないもん。自分誰かと比べてやってるわけじゃなくて、
自分をただやって、で好きな人が集まってくれて、それでうちは回ってるから。来年の抱負？来年か、2020年はそうだな、東京オリンピック楽しみたいかな、来年は。なんて曲なの？スムースフリクションだね。スムースフリクション。初詣、まあ、時間があったら行こうかな。スムースフリクション。なんかあんまりその周り誰かとこう依存してとかじゃなくて、なんかうちはうちでやってる感じじゃなくて、いやだって来年の抱負って聞かれたから今年の抱負聞かれたら今年の抱負だけど、来年こそ分かった、2020年はじゃあ月収100万目指そうねありがとうございます、93号さん、ありがとう。いやおせちとかは作らないよ。普段通り、普段通り、俺らはマイペースだから。原宿でテロがあったの？来年の抱負今語り終わったばっかりだね。来月の抱負特にない。あんまり未来の予定作るの好きじゃないの。その日その日の気分で生きてるから、ま、今が楽しければそれでいいっていうタイプ、来年とか未来のこととか過去のことはあんまり考えてないね。渋谷でテロがあったの？マジで？日本でテロとかあるの？まあ毎日楽しく過ごすっていうだけだよ。みんな抱負とかあんの？今年の。車が逆走、酔っ払い運転とかじゃないのそれ。俺も知らなかった。たくさん食べる、もりもり食べて大きくなるんだよ。今年もよろしく、いい年にしましょう。いつ取ればいいの？わかんない、全然。神主さんとかに聞いた方がいいんじゃないの？大吉？明けましておめでとうございます。
今年もいい一年にしましょう。正月浮かれてるんじゃないのやることなくて浮かれてるんじゃないの、わかんないけど、うん、お雑煮とか作んないかな別に、うん、ちょっと僕はトイレの便座を直さないといけないんでこの枠で終わりにしますよ。トイレの便器が壊れちゃって今から修理する、トイレの便座を。なんで正月にトイレの便座壊れるんだよな。ついたかな。今仮止めしてるんだけど、これを削ってここは割れてるんだよ今。テープで仮止めして今接着剤でくっつけたんだけど、これを直す配信ですね僕の1年のスタートは。トイレ便座修復枠です。ここがね ポロって割れてるんですよ今。くっついたかな。便座の方ここが割れてんの今で、今アロンアルファで仮止めしてて、あダメだ、くっのんちゃんね、アロンアルファじゃ無理だから、これテープでガチガチに止めてリューターで行こう、ウィーンって、うん、便座がねここ割れてんの、ここ見えないかな、ここはこうパキって取れてんの。アクリルで固める、レジンで固める、うん、首からかけたらかけてみる、花火上がるかな何やってんの正月から俺ってね、なんかでもパリコレ、パリコレのモデルみたいな新年早々なんかね、ファッション的にはねちょっと最先端な最先端な感じ出てるよね、うん、まあ買ってもいいんだけど直そうかなと思って、うん、いくらぐらいで売ってんだろうね。ダメだ、接着剤じゃ無理だ、タミヤセメントじゃくっつかないのんちゃん。おしゃれだねいやいや、もうビッカビカに磨いたからさっき何回も漂白して大丈夫だよ、綺麗だよ今、うん、それで初詣はさすがに周りに迷惑かかんない、不謹慎だから、部屋の中がギリギリだよね、うん、東京拘置所、あ、わかんない。拘置所行ったことないから。うん。運がつく。ああ、素晴らしいね。うん。どうしようかな。どうやって作ろうかな。のんちゃん、ちょっと見、あれ、のりこ寝てないよね、まさか。え、じゃないよ。ぬいぐるみと話するのやめなさい、もうどうしよっかな、どうやって作ろう、どうやって直そうかな、これガムテープでビタビタに留めて、うん、おお100番便座いるよ、座りたいよ、ガムテープでまずビッタビタに留めるか。のんちゃんかわいい、ありがとう、うん、6000人、ああそうなんだ、今6000人以下なんだリスワン、大手配信者がいなくなってるのがわかるよね、うん、キリ番、キリ番とか懐かしいよね、うん、留置所に荷物取り、どういう流れだっけ、いや、あ、違う、裁判が終わって確定したら、その場で、刑務所行くから、留置所には戻らないから、だから荷物持っていくんだよ。裁判所に荷物持っていくの。うん。そうだ。
お前正月からする話かよ正月からする話じゃないよそれ。いやわかんない。まあまあ全然来てもいいんじゃないの。ゆいがさんがふわっち全然盛り上がると思うよ。ツイキャスの皆さん、コンティニューコインよろしくお願いします。余ってる方は無料分で構わないのでよろしくお願いします。裁判所からそのままスーって出されるよ。じゃあなお疲れっつって手錠外されて終わり。ゴーンは今留置所にいるの。え、もう出てるでしょ。仮釈で出てんじゃないの。ホテルかなんかにいるんじゃないの。わかんない。結構時間経ってるからそんな保釈されるでしょ。まずいコッペパン食わされてんだよカルロスゴーン。ツイキャスはまあまあ、はい、結構アイテムいただいてますよ。ツイキャスは7割還元なんで、もしよかったらお茶爆投げてください。よろしくお願いします。昨日見た夢は、いや初夢はだから1日起きた時だから、31日の夜から1日の朝にかけて見る夢が初夢でしょ。まあ出てないんだ、まだ交流中か。じゃあ皆さんありがとうございました。最後に面白かった方はアイテム投げてください。ツイッターのフォロー、ツイキャスの通知登録フォロー、フワッチのフォロー、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。今年も頑張っていくので皆さんよろしくお願いします。お疲れ様です。お茶爆ありがとう。